堂々と儲けなさい。誰かがお金持ちになるということは、誰かが貧乏になるということではございません。富というのは海の水で例えると、あなたがスプーン一杯で海の水を汲み取ろうが、ダンプカー一台分汲み取ろうが、海にとっては全く関係ございません。そしてあなたが儲けるということは、他人を貧乏にするということでもございません。だからこそ堂々と儲けてください。本日のまとめです。ビジネスをやり始めた時は、今回の考え方をよく理解して、限界のない世界を突き進んでください。このようにすることで、自然と自分のステージも上がりますし、今後もあなたが思う自分のやりたいことをひたすら一生懸命に頑張ってやって突き進んでいただければと思います。大量の行動はある程度の領域に行くと、より結果が出やすくなりますので、何事も継続してひたすら突き進んでください。本日もここまでご覧いただきまして、本当にありがとうございました。また吉田が毎週配信しているプライベートニュースサービスについても、コメント欄からぜひ覗いてみてください。